もうこれ聞いたら始まるって感じするよね、うん、この村上工業聞いたらそうだね、はい、うん、わっすげえ、そっか、もう何よ、始まるんだね、始まるよ。意外と、はい、まあ、知らない人が多いと思うんですけど、うん、実は私のおじいちゃんフィリピン人なんですよ。はい、あ、そうなんですか。実は私クォーターで、はい、でまあ、高校の時に友達によくびっくりされてたんですけど、うん、この仲のいい友達が自分がこのクォーターっていうのを知って、うん、え、どこのクォーターって聞いてきたんですね、うんうん、だからやっぱみんなどうしてもアメリカとか想像してるんですよ、はいはい、で自分がフィリピンって言ったら、うん、あーみたいな反応をするんですけど、うん、多分その友達は気を使ってくれて、うん、おー、フィリピンみたいな、うん、あーって言って、うん、主食って何みたいな。あの、日本でいう米じゃないですか。で、フィリピンの主食って何って言われた時に、自分嬉しすぎて、何言ってんだってことを言ってしまったんですけど、うん、その主食って何に対して言ってしまった言葉、うん、言いたいと思います。え、ゆうこフィリピンのクォーターなの？は？フィリピンって主食なんだっけ？え？あ、バナナ！やっちゃいました。ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。伊波優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ今日も始まりました、うん、ギノガルフ、はい、ね、クォーターになるの？クォーターですね、はい、クォーターになるんだね、はい、でも主食は違うよね。バナナいくらバナナは違うよね。なんかね、焦りすぎちゃったんですよ、うん、結局何なのかよくわからないんですけど、はい、なんかフィリピンなんだろうね。フィリピンって言ったら何が浮かびます？あ、バナナですよね。でもバナナだね。やっぱ最初浮かぶのバナナだよね。そう、バナナしか浮かばないし、自分が行ったことないんですよフィリピンに、うん、おじいちゃんしか行ったことがないので、うん、なんかね勢いでバナナって言っちゃった、ね、勢いってなんだ、わかんないでいいじゃん。嬉しかったんですよ、何フィリピンって言ったことに対して、あ、フィリピンなのっていう反応がとっても嬉しい。興味を持ってくれたことがね、うん、9割みんなあーみたいな感じなんで、うんうん、やっぱ嬉しかったんですよね、うん、話つなげたかったんだろうね、 その相手もね、多分ちょっと ね、 顔が引きつってたから若干ね。なるほどね。あ、まあでも、じゃあ今ラジオ聞いてる方で詳しい方いたら、うん、フィリピンの主食をぜひ調べてください。何なのかぜひかもしれない、ね、教えていただければと思います、うん、よろしくお願いいたします、はい、さあということで、もうじゃあ早速いっちゃいます。この1週間何があったのかなのコーナーなんですが、はい、どっちからいきますか？じゃあ行っていいですか？はい、いいです。じゃあ行こうから、はい、お願いします。結構濃いことがあったので、うん、あの先週のギノガルフの最後にもしかしたらテレビにちょこっと出るかもって言ってたんですけど、ね、ね、実はですね、はい、土曜日に、うん、ヒープーホップの方に、うん、まあ、30秒ぐらいなんですけど、うん、出させていただきました。おめでとうございます。なんで出たかっていうと、うん、その次の日に那覇市の久米にあるアウトプットっていうライブハウスで、うん、GFO ガールズフェス沖縄っていう、まあ、アイドルのイベントがあったんですよ、うんうん、それのまあ、宣伝を兼ねて出させていただいたんですけど、うん、初めてのなんていうのスタジオ、うん、はいはいはい、テレビのスタジオ、はい、で目の前にはもうサーネーさん、もうサーネーさん、小刻みインディアンさんね、めっちゃ緊張して、うんうんうん、でももうやれるだけやった、このバーンってリハーサル中に声を出して言ってたんですよ、うん、そしたら、うん、ヒープーさんが自分見て、うんうんうん、いい声してるねって言ってくれて、ほらもうね、それが嬉しかった。褒められた。あ、また写真部の人が。これはじゃあその次の。そうですね。の 次の日のイベントの写真。またギャラリーの方の写真部の方がですね。写真部。ああね、はい。ありがとうございます。専属の方、専属カメラマンの方がいらっしゃるんですね。写真部部長の方ですよね。はいはいはい。で、まあ、番組に出させていただいたからかわからないんですけど、うん、もう満員で箱が。へぇー。アウトプット本当に満員で。うん、超楽しかったです。いろんなアイドルグループさん出たんですけど。あ、はいはい、はい。アウトプットって、どのぐらい入る？ 100 人ぐらい入る？ 100 人ぐらい行きますね。入るよね。スタンディングだったらそうだよね。その22日の日曜日も100名ぐらい結構来てました。はい、もう十分だね。100名超えでしたね。わー、すごいね。はい。もうそれが楽しすぎて。はいはい。で、みんなでこの
ヒープホップに出たっていうのと、うん、まあ自分のちょっとした今年の目標で、うん、ヒープホップに出ますっていうのを、うん、去年の忘年会でみんなの前で言ってたんですよ。早かったね。そうだから1個目叶うの、まあ ね宣伝っていうことで、はい、ちょっと30秒だけだったんですけど、うん、もう嬉しかったですね。いや何名で出たんですか。7名全員で出ました。出たんです、ね、はい、見た俺見た。 ありがとうございます。出るってあったから録画して、うん、はいはい、家帰っていたらもうめっちゃ笑顔でみんなね、めっちゃ笑顔、ね、ニコニコしながら楽しかったです。あれってやっぱりリハーサルとか何時くらいか、2時3時とか4時入りでしたね。4時入りか、4時入りで、はい、ね、結構早くから入るんですよね、あれね。そうか、まあでもいいじゃないですか、一つ、ね、はい、目標、まあちっちゃいけど目標達成できました。いいですよ。その結構ね、どうぞどんな何この譲り合い、もいやどうぞ。でもこうやってね、うん、こうやってまたヒップホップ出たってことで、うん、アウトプットで思いっきりこう ね、 そうですね、弾けたわけでしょ、うん、今皆さんも行かれたの、行った、もちろん、はい、行った、来てました。皆さんも、はい、ギャラリーの皆さんもヒップホップに出てない、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 ないない、お、写真部の方がまた、あ、新しい写真部の方がいますね写真部課長の方ですね。はい、ありがとうございます。今ギャラリーで今ゆうこちゃんの写真をね、見せてくれてるんですけど、ちゃんとそれぞれのメンバーのアップがあるんですね。あるんですよ。ゆうこのアップがしっかりと。そうですね。いいですね。ありがとうございます。はい、ということでした。じゃあ続いてイハさん、はい、いきますか。僕ね、まあ先週の技能ガルフ終わって、うん、まあ今日に至るまで、うん、結構ちょっとバタバタとしてて、はいはい、お仕事で、うんうん、まあずっともうあっという間にこの1週間、うん、とっても1週間が過ぎた感じなんですけど。うん、なんだろうな、そう、ゴエクエーショーさんと、はいはい、今もう話題の、はいはい、ね、FEC の、うん、まあ、FEC じゃないですね、ゴエク民謡協会のそうです、ね、ごめん、忙しいから、忙しいから、忙しいから、すいませんね、うん、のゴエクエーショーさんとちょっとロケ行きまして、うん、まあ、すごいですね、今のゴエクエーショーさんブームっていうのが、人気ぶりがすごい。そう、街ぶらり、ね、街、うん、ぶらロケみたいな感じなんですけど、うん、やっぱ行く人、行く人が、うん、もう手打ってくれるんですよ。あー、なるほどね、うん、それいいですね、嬉しい。で、知ってくれてると楽ですよね。楽だし ね、で、うん、県内だけじゃなくやっぱ修学旅行生もなんだあれっていう感じでね、うん、やっぱもう見た目もすごい個性的じゃないですか修学旅行生はなんだかわからないと思うんですけど、わからないし、うん、ただもうね、まあ先週わかんなくなってたっけ、その始球式で五栄栄翔先生がね、うん、はいはい、やったとか。でも毎日スケジュールパンパンで大丈夫かな栄翔先生っていう、うん、もう毎日ね、ほんとハードスケジュールですよ、うん、あの先生、うん、ね、まあでも今すごい、今が頑張り時って言ってたので、うん、本人が、うん、もう本当についていきたいなと思ってるんですけど。なるほど、まあそうですよねもういろんな推しでやってますから、うん、また近いうちちょっと別の形でも活躍するって、うん、僕の中学のテニス部の先輩のマネージャーが言ってましたよ。遠いの？なんかいろいろあるそうですよ。この後もいろいろその展開がね。展開がそれちょっと それ聞いたんですよ。うん、この間の新年会の時に隣のテーブルに座ってたのよ。あのそのマネージャーが、はい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 、マネージャーさんが、はいはい、でちょっと話聞いたんだけど、うん、ねその展開も、うん、これ来月ぐらいかな、まあいろいろもう来月も、ね、2月、まあ、3月ぐらいいろいろ次も。あるらしいですよ、ね、うん、テレビ、ラジオ、またイベントいろいろあるそうなんで、うん、すごい楽しみです ね、はい、ね、楽しみ、うん、じゃあ僕いきますか、はい、あのね、びっくりすることに、うん、全然覚えてないですね。ね、何の1週間なんかあったかなと思って。かなさん、かなさん、特にあったから。かなさん、はい、そんなこともあります俺もう今ないのを絞ってなんだろうと思ったら、やっぱ五栄栄翔先生の今忙しすぎるとなんだわからなくなってくる。そうですよね、週ね、ちょっと技能ガルフね、ちょっと皆さんね、この3人なんかズーンとしてますよね。若干ね、体調悪い2人と、そう、疲れ切った1人で喋ってる。そうなんですよ今日の、まあ、いつもこの番組始まる前に写真撮るじゃないですか、はいはい、それも、もう至ってシンプルな3人の立ち、そうですね、立ってるだけっていう、ね、無理な動きもせず1枚で OK みたいな、これでいいんじゃんっていう。まあ、僕は相変わらず副鼻腔炎が続いててそれをなた豆茶生活をしてるんですけど、うん、
大体5分ぐらい煮出してそれを飲むんですけど、もっと濃くした方がいいだろうなと思って15分ぐらいもう煮て、もう本当に濃いやつを飲んだら信じられないぐらいまずくて、まあそりゃそうでしょうね、まあ、そうするようにしたんでしょ、だからまずそうそう濃いやつが効くだろうなと思って飲んだんですけど、まあ美味しくなくてですね、それからなた豆茶自体を飲むことをやめてしまいましたね。早い。ただ病院の薬はちゃんと続けて飲んでるんで、徐々には回復に向かってるんですけどね、もう一息かなという感じです。あとこれ全然最近とかの話じゃないんですけど、気になったのがイヤホンってします？今伊原さんしてるじゃないですか。僕はもうヘッドホンがちょっときついんで、これ頭が大きいから、頭が大きいからね、イヤホンしますよ。イヤホンする、うん、曲聴く時とかね、移動中とかに、はい、イヤホンしてる時って、こう僕だけかどうか分かんないですけど、ピリピリする時あります？どこが？耳が、耳の中？耳が、耳本体？いや、この接触してる部分がピリピリする時ってないですか？でも僕だけですか？ピリピリ、ピリピリってね、なんかつけてて痛い時ありますよ。なんかずっとつけてたからパッて外してこの、なんていうの？触れてたところ触ったら、あ、痛い痛いみたいな。違う違う、なんかここが薄く電流が走ってるみたいな、ピリピリ感が。またこれ新しいなんか、いや漏電かなと思って違うイヤホン入れてもやっぱピリピリ。俺もう副鼻腔炎が回り回っておかしくなってきたのかな。じゃない、ちょっと副鼻腔炎の延長じゃないですかね。耳ピリピリ病とかになったのかな、ね、いやどんな病気。ここ本当になんか違うイヤホン3つぐらいやったら3つピリピリするのよ。あ、そうなんですか。初めて聞いたな。これなんか分かる方いたらぜひ教えて。痒くはなりますよ、すごい。耳の中が痒くなって、摩擦とかではなくて、ピリピリ感が、電気感があるんですね。そうそう、電気感が。痒くはなりますよ。痒いんじゃない。痒いんじゃない。ずっとエンドレスにずっとこの、ね、ずっとイヤホントークこれで時間稼ごう。ただ俺だからね、いつもかイヤホンした後は絶対なんか、僕もよく綿棒で耳掃除するんですけど、いや耳掃除とかじゃないんだよな。なんかさ、このなんていうの、なかなか受け入れてくれないな。いや本当にピリピリするよ。なかなか受け入れてくれない。いやピリピリよりも痒くなるの方を共感する人の方が多いと思うんですけど。そうかな。いや痛くなる方が共感する人多いと思う。痛くなる人だったらイヤホン作った人がかわいそうでしょ、そんなこと言ったら。俺だからイヤホン向いてないのかなって気もしてきたんですけど、ちょっともし誰か分かる人、ね、共感する人がいたらぜひ連絡ください。でね、さっきオープニングで、フィリピンの主食なんですかっていうところ、はいはい、2人から、ドクラのピアスさんとアーキーさんから、主食はお米ですと、そうなんだ、日本と同じですっていう風に返ってきましたね、なんか蒸し米っぽいのが なんか白米っていうの出てました、今ちょっと見たら。なんかね、そんなイメージがそういえばあります、そうなんだ、お米で良かったんですよ。マジか。バナナじゃなかった。バナナではなかったんですね。ちょっと無理したね、でもね。無理しちゃった。無理したね。いつものゆうこちゃんの状態で良かったんだね、じゃあ。そうなんだ。主食って言われてね。あとサウロお兄さんが、昔よく通ってたスナックのミルクちゃんが確かフィリピン出身だったはずって、いらない情報。誰？いらない。誰だ？いらない1位を送ってきてくれました、ね。ありがとうございます。遅れましたが、ツイキャス皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。そして、Facebook 動画をご覧の皆さんも、こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。はい、AKB ファンさん、はい、ありがとうございます。いただいております。今週でも寒いですね。お、いいですね。季節ネタを持ってきましたね。ようやくじゃないですか、でも。寒い。寒くなったの。季節ネタ持ってきました、僕。はい、寒くなってきましたね。やっとね。冬が来たって感じになりましたね。はい。皆さん、いつもより歯が一本出てますよ。いつもより歯が出ることないだろ。寒さで。本寒さかな。なんかそんなことないでしょ。いつもなんか目立つけど、今日より出てる。出てるの、うん、そんなことある？わかんない。本当だ。え、嘘。本当そんな感じしない？なんか、うん。いつもより、うん、いや寒くなるとやっぱ出るのかな。わかんないけど。マジでマジで。ガクガクするって。そんな人間の形態ってそんなだった？歯が出るんだった？ SOS みたいので歯が出るの？いや、わかんないけど、なんか今日、何なんですかね。そうなんですか。でもさ、ようやくその冬らしくなってきて、はい、冬のファッションとかをこう着ることができるじゃないですか。はいはい、こっち来る前に、今日グッドフィールドグループの方にちょっと行ってきて、はい、代表の方話してきたんですよ。はいはい、そしたら、いや、こうやって寒い時期短いから、
ね、こう夫婦大変じゃないですかって言ったら、はい、やっぱりその季節というかその気温に合わせて、うん、その仕入れるものも変わってくると、うん、まあ、冬だから冬服たくさん入れるんじゃなくて、ね、例えば沖縄はずっとこうちょっと暑い時期が長かったでしょ、はいはいはい、だから羽織物を多くするとか、あ、なるほど、がっつりコートとかじゃなくて、そうそう、そういうふうにいろいろ調整をして仕入れてるっていう。そうだ、思い出した、あれですよ。なんだ。先週ね、私、行ってきました、うん、アシビナ。ああ、そうなんですね。はい、はいはい、宣伝したじゃないですか。ルーミーズアウトレットと、エモダとムルア の、うん、あの閉店セールがあって、うんうん、行ったんですよ。うん、もう、全部安い。全部可愛い。めっちゃ買った。マジで。おー、そうだ、がいいってやつですか。このお得なタイミングで行けたっていうのよかったですね。よかったですね。本当に。あ、もう来週つけてきますよ、買ってきたの。あ、いいですね。はい、あ、なんか嬉しくて今歯が出てきてるよ。出てない、イハさんじゃないし。出てきてますね。あ、こういう時に歯が出てくるんですね。違う違う。なるほどね。正常な位置にあるから今。歯の正常な位置。いや、いいですね。じゃあちょっとまた来週来て、ね、来てその話を聞きたいです、ね、はい、冬と夏はどっちが好きなんですか、2人は。あ、冬ですね、自分は。僕も冬ですね、もう。皆さんは。僕も冬ですね。なんだ、俺ら息が合うな。みんな大好きだったし、一人違う人がいた方がいいんだけどな。そうだね、うん、まあ、なんで冬だ、まあ、女性は分かるんですよ、まあ、なんで、なんでなんかね、あのおしゃれしやすいからとかじゃないですか。いや、自分はおしゃれとかの前に、うん、なんか夏って、うん、まず暑いじゃないですか、うん、で暑ければだ、まあ、タンクトップとか、うん、脱いでけばいいんですけど、うん、脱ぐのにも程があるじゃないですか。まあ、で、暑ければシャワーを浴びればいいって言うけど、はい、場所が限られるじゃないですか。うん、そうですね。だから、何での？暑いを改善できないと思うんですよ。寒いのは逆にじゃあ。着れば、うん、どこでも、とりあえず着ればあったかくなるし、うん、暑くなるじゃないですか、うん。だから冬が好きです。なるほど。なるほど、ね、あ、僕は冬はおしゃれができるからいいですね。あ、えー、同感ですね。同感ですね。同感ですね。同感ですか。同感です。同じ感じですね。ね、タンクトップで、そういえば、よく冬とか12月ぐらいに、うん、タンクトップとかね、うん、よく、まあ、着てる人とか見ると、うんうん、夏はどうなるのって思いますよ。12月、まあ、たまにね、11月、12月でタンクトップ着てたら、この人、夏どうなるのかな。より薄手のタンクトップになる。薄手のタンクトップになるんです。スケスケじゃないですか。スケスケの。ね、ここまで喋ってきて、今日気づいたと思うんですけど、我々今日、ふわふわしながら。探り探りになります。若干、トークの内容がいつもより薄いかもしれませんけれども、うん、ぜひお付き合いいただきたいと思います。もうちょっといいですか、もうちょっと。お、いいよ、ふわふわしますよ、せきせきよ。思い出して、ちょっとやっぱ冬って言ったら、まあ、大寒。はいはい、ね、ありましたね、この間。前に、まあ、カンナさんと2人で、はい、15年前ですから、まあ、ある曲で、まあ、一度ちょっとこのラジオでも喋ったかもしれないんですけど、うん、冬のすごい寒い時にめっちゃ寒いことしようみたいな企画があったんですよ。もっとより寒いことをして、うんうん、で沖縄で一番寒くなろう、寒いだろうみたいなのでっていうのをやったことがあるんですよ。はい、どんな寒さ、まず 何やったんだっけ、ね、女子高生の前でジャイアント馬場の真似をする。もうすごい寒いですよね。マジで、あとは、これパレット前ですよ。うわ、あそこでバナナの皮で滑る。そうそうそう。もう一つは、ジュリアナ東京踊る。パレットの前で。パレットの前で。だすっごい本当になんか、まあそれでやろうって若、まあ若かったからね、うん、ずっとなんかや面白そうだねってノリノリでやったけどね、うん、もうその収録した後のあの寒さ。信じられないぐらい寒かった。凍えたな。なあ。これちょうどラジオで言ってたんだけど、うん、寒い。ギャグとかなんか見たら本当に体温下がるんだって。へ、うんはい、そうなの、うん、マジで。へらしいよ。そうなんだ。だからかギャグやって、まあ、舞台とかでじゃあギャグやってもし滑った時にはその、まあ、滑っいや見てる人が、あ、見てる人が、うん、体温が下がっちゃうんだ。体温が下がるんだって。すごい正直人間、うん、らしいよ。だからあの大寒で一番寒くなるの企画は、うん、俺らより見てた、うん、ジャイアントバファのモノマネ見てた高校生が一番寒かった。悪そうなことしたね。悪いことしたね。悪いことしたね。本当に申し訳ない。ガチガチしてたからな。確かに。そうですね。楽しそうだけどね。はい、はい、ということで、うん、ドクロのピアスさん、こんばんは、野際陽子です。わけわからないのが来たところで、はい、オープニング締めたいと思います。では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。
誰も何も喋らない。何何？なんか集中してるかな。全然はまずいから。ちょっとは集中して。全然いいですよ。ってことあ今日いいね。今日楽しいね。長いつも長いよね、うん、びっくりするよねジングルから、はい、ギノガルフギノガルフよお聞きなさいさあギノガルフをお届けしていますではここで、グッドフィールドグループからのお知らせですゆうこお願いしますはい、本日はナチュラルビューティーベーシック那覇メインプレイス店をご紹介しますナチュラルビューティーベーシック那覇メインプレイス店はおととしの7月に沖縄初出店県内唯一の店舗としてオープンしましたブランドコンセプトはコンフォータブル着心地の良さをキーワードに着る人のライフスタイルの充実を幅広い層に向けて提案しています。シンプルでありながら時代感をさりげなく表現すること、安心感と鮮度があること、リーズナブルであること、お洋服の雰囲気もブランド名に表されているように、ナチュラルでビューティーでベーシック、幅広い層に心地よく感じていただけるような清潔感が基本にあります。あなたの毎日が少しでも素敵になるように新しい喜びや驚き誰も知らない新しい価値をナチュラルビューティーベーシックのお洋服と一緒に発見してくださいただいまクリアランスセールを開催中旧正月を前に寒さが増してきた今秋冬物のコートやニット類が 70% から 30% オフとお得にゲットできるチャンスそしてなんと2点以上のお買い上げでセール価格からさらに 10% オフその他 OL1 年生のフレッシャーズや卒業・入学などのセレモニーを控えたママへ用途に合ったスーツ・オンスタイルアイテムが続々入荷中ですぜひお店に足を運んでくださいね営業時間は午前9時から午後10時までお問い合わせはナチュラルビューティーベーシック那覇メインプレイス店098-917-5867 098-917-5867 までどうぞ以上グッドフィールドグループからのお知らせでしたはいということで、今週はナチュラルビューティーベーシック、はいね、三重那覇メインプレス店ご紹介しましたが、うん、今ねあのお店の写真があるんですけど、うん、こういう感じで、まあ、シンプルなんですけど非常に可愛らしい上品です ね, ねあります。これがいい、まあ、あのリーズナブルな、ねうん、価格ということで、そのお店の雰囲気も、ね、非常に可愛らしくて、うん、いいですね。あこれ中心にあるあもう見てわかる多分だと思います、うんはい、かわいい。ということでこのちょっと今ね紹介してあ、げた部分お得なね今クリアランスセールやってるということですよ、うんはい、なんだっけ今秋冬物の、はい、コートやニットが 70% から 30% オフ、うん、で2点以上お買い上げの方には、うん、セール価格からさらに 10% オフということでじゃあまとめて買うとかなりお得になりますね、はい、コート類が、うんこのセール価格になるのは本当にありがたいですよ。そうですよね。まあ2月に入っても風が強く吹くと、ねはい、沖縄もまだまだ寒いので、はい、ぜひこのチャンスに、ねゲットしてみてはいかがでしょうか。三重那覇メインプレス店にございます。ナチュラルビューティーベーシック、ぜひ足をお運びください。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、ということで、このお店、この後ツイッターでもね、ご紹介します、はい。ぜひそちらもチェックしてください。そして本日は皆さんからメールもお待ちしましょう。どしどしお送りください。あのテーマは自由ですのでフリーのメッセージ待ってます。アドレス gino@fmgino1.com gino gino @fmgino1.com、こちらまでお願いします。さあじゃあ早速、はい、メッセージ、はい、いっちゃいましょうか。お願いします。こっちか。はい。
もう来てますね。はい、じゃあ行きましょう。な、はい、しん進撃のめいちゃんさんですね。はい、はい、ありがとうございます。ギノガルフ軍団代表の神田さん、ゆうさくさん、秘書のゆうこちゃんとひろきさん、生放送お疲れ様です。お疲れ様です。今仕事終わって聞かせていただきます。そして、うん、ゆうこちゃんごめんなさい、はい、え、日曜日イベント行く予定だったんですが、うん、あのイベントに行くことにしました。家島フェス。はいはいはい。かなり美味しいものばかりで、最後に見たアンリーちゃんのライブに圧巻でした。あ、家島でもねイベントあったんですよね、うん、アンリーさんいいですよね、歌大好きなんですよ。あのさ、後で言おう、写真は残念ながら禁止、一緒に撮れないと言われて寂しかったんですが、サインももらって大満足でした。ただ面白かったのは、あの家島のアッキーナさんの訛りで、マナーモードにしてくださいという絶妙なところで訛りが全開で、会場から笑いが、さすがのアッキーナさんでしたと、うん、そこで皆さんに聞きたいんですが、最近音楽ライブ、行きましたかと、ゆうこちゃんの場合自分の所属しているグループ以外で行きましたか、はい、カンナさんはやっぱりミスチルですよね、あとポニーテールリボンズのワンマン来てほしいな、次こそは、ではまた来週ですといただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アンリーさんは、はい、これ伊波さん会ったことはないですね。はい、会ったこと、はい、このね、去年の正月だから2016年の1月1日に、はいはい、ちょうどラジオ放送生番組に来てくれて、目の前で生歌を歌ってくれたんです。すごいね。だから2016年最初の歌っていうのでやってくれて、うん、もう感動して泣きそうでさ、めっちゃくちゃうまいね彼女はね、本当に、うん、超うまいんですよ。そりゃそうですよね。もうパワフルだし、うん、あ、なんて言うんだろうな、あの歌声もなんかこう、うん、心に響くような感じで、うん、本物のシンガーってこういう感じなんだろうなっていうのをすごく感じましたね、うんうん、大好きですね。なんか今度女優さんえもうなんかチャレンジしていくとか、そういう話がありますし、あとなんかスキマスイッチと一緒になんかやるっていう話、そうなんですね、いろんな形でどんどん活動していくということらしいですよ。本当にもう応援してます。いいですね、家島からアンリーさんも、アキーナさん ね、自分がね高校2年生の時に、うん、あの現代版組踊りというか、はい、日中沖縄の、まあ、友好の条約っていうかそういうイベントがあって、うん、北京に行ったんですけど一緒に舞台立ったんですよ、うん、アキナさんと一緒に、うん、その時もすごかった、うん、名前がアッキーナはアッキーナだよねすごいですよね、いつでもアッキーナだよね、本当に、うん、大好き。この家島のねその名前、うん、なんだろうね、なんかでもすごいあったかいですよ ね、うん、なんかね、まあ、元部とかあの辺の名前なんですけど、うんうんうん、まあ、より強く感じますよね、なんかね、うんうん、あれでしょ、おにぎりをおにぎりっていう、そうそうそう、そのおにぎり、おにぎり、おにぎり、 FM ビノワンちょっと違うような気がするんですけど、アッキーナと、うん、あの久高マリーは、はい、いつでも変わらないです本当に、いやすごいと思います。だから裏表がない、うん、ああなるほど、うん、確かにそうですね、本当に、うん、素晴らしいと思いますね。あと音楽ライブ、うん、最近行きましたかとか、音楽ライブ、うん、あ、でももう最近一番近いのだと、うん、見に行った方ね、うん、去年のね、うん、あのガクトさんの行きました。お、すごい、マジで、はい、沖縄に来てて、まあ、ちょっと招待してもらったんで、うん、OBP メンバーとかと一緒に行ったんですけど、うん、正直ねガクトさんの歌何も知らなかったんですよ、はい、なんかなんていうの、タレント活動をやってるのか歌手をやってるのかよく分からなくて、うん、とりあえず行ってみようって行ったんですけど、うんうん、もう超楽しいし、うんうん、めっちゃ泣けるし、もう感動でした、うん、あ、もうじゃあすごかった、ステージングがすごいんだ、うん、なんかエンターテインメントが、そうライブってよりも本当にね舞台を見てる感じです。なるほど、すごくかっこよかったです。はあ、岩さんどうですか、音楽の最近に行ったの何ですか、ね、なんかお笑いとかね、その辺はちょいちょい、ね、よく行くんですけどね、先週も行ったんですけどお笑いのやつはね、うんうん、なんだろうな、一番最初のライブは確かになかなか、うん、どうしても出ちゃう方になっちゃうん で、はいはい、で土日とかになったら自分、ね、イベントが被っちゃうんですよ、うん、もう本当に一番キンキンのやつは、うん、なんかカンナがラジオ祭りの上で歌ってるのぐらい目の前にいたぞ、最近のライブって言ったらそれぐらいですかね。あ、いやそんな人、俺もラジオ祭りでポニテが歌ってたら見たとかって、そうですね、うん、あ、そうだ、また今年ミスチルが、うん、ドームライブ、はい、ドームツアーをやるということで、僕
ファンクラブ入ってるんで、うん、抽選に応募しました。お、はい、これが当たれば、また、行こうかなと、東京遠征しようかなと。あ、ただ土日があるのが福岡と名古屋しかなかったわけです。あ、なるほど。だからそっちに応募して第3希望まで出せるんで、うん、ちょっとなんとか行きたいなと。いいな、よくそのコンサートを見にね、うん、本土にまあ旅行っていうかね、飛行機取っていくっていうの一回もやったことないんですけど、ない、自分もない。あのね、行く人はよく行くよね、うん、もうなんかね、やっぱりそのドームとか大きい箱ならではの演出とかさ、うん、その空気感とかさ、やっぱり沖縄ってちょっとちっちゃいから近くで見られるの嬉しいんだけど、ね、また違う楽しみがあるというかな、うん、そういう感じがすごくしますね。で、あれですよ、入れなくても、うん、必ずボード持って、うん、どこどこから来ました、チケットあったらお願いしますみたいな人がむちゃくちゃいます。むちゃくちゃいる、すごい、うん、もう、まあ、いわゆるダフ屋みたいなのもダメなんだけど、うん、もう本当にしょうがなくて入れない人たちとかもこういうので、うん、相当運が良くないとダメでしょうね。すごいな。だからまあ僕の場合ミスチルになっちゃいますけどね、うん、まあでもポニテも行きたいなと思ってますが、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、うん、続いては、こっちか、ラジオネーム沖縄大好きさん、はい、はい、仕事終わりに急いでメールしました。久しぶりに放送楽しみたいと思います。では最後まで放送ちばりよ。ありがとうございます。ありがとうございます。応援メールが届いております。やったね、嬉しいですね。続いてラジオネームアーキーさん、クニヒユピーユーコさん、こんばんは。こんばんは。先週はお菓子御殿からプレゼントありがとうございました。クニヒとユーピーに初めて会いました。なかなかイケメンですね。これはユーピーもユーピーもイケメンということですね。ユーピー、あ、これ、いや、ユーピーはユーコなんでしょ。うん、違いますよ。あ、ユーピーって俺のことなの。ユーピーってイハさんですよ。あ、そうなんですか、うん、ありがとうございます。ね、ちょっと反応するんですよ。自分お母さんにちっちゃい頃ユーピーって呼ばれてたから。子守歌はどんなだっけ。あーユピーユピーユピー、あーユピ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 ーですね。だから俺ユピーって言ったらね、今ね、最初自分もユーコだと思って、あ、嬉しいな、イケメンって言われるの嬉しいから、はい、よっしゃーと思ったら、あれ、ユーピーユーコさんだから、あ、違う、イハさんだと思って、うん、俺逆に俺のこと忘れてやちと思って今聞いたんですけど、俺のことだったんです、僕のことだったんですね。そうですね、ありがとうございます。褒められておりました。あら、続いていきましょう。こちらはごめんなさい、ちょっとラジオネームないですが、フィリピンはさっきのね、お米が主食です。で、日本とは違い、長粒種、まあ、長粒種になるのかな、うん、の米を食べています。タイ米みたいな感じなのかな、ちょっと細長い米なのかな、はい、米と副菜を同じお皿に乗せて食べているそうです。なんかワンプレートみたいな、なんか、うんうん、そういうイメージなのかな。ありますよね、うんうん、ということで、はい、フィリピン情報ありがとうございます。MJ さんからも来てますよ。はい、はい、さあ MJ です。はい、さい、はい、はい、さっき FM 講座の番組にあの五百円翔先生が出ていたので、うん、直接スタジオの前で見ていました。はい、目の前のギャラリーの人たちにも聞いてみて、いいね五百先生、いつかゲストで呼んでくれないかな。さっき FM 講座にいたメンバーいたメンバーですね。いました、五百先生。いた、いた、いたんだ。どこにでも、もう今ね、五百先生はあの笑い取ってましたか。大丈夫ですか。まるフリートーク大丈夫でしたか。みんな首ひねるっていいですね。僕ね、五百先生決め打ちはかなりいいと思うんですけどね、フリートークした時に若干別の人に戻る時があるんで、それが非常に好きですね。はい、徐々に固めていくっていう、ね、うんうん、そうね、まだ、大御所、大御所です。ね、大御所ならではのまだ感じがね、ありますからね。はい、ということで、まだまだ皆さんからメッセージもお待ちしております。ぎの @fmgino1.com、ぎの gino@fmgino1.com までお願いします。さあ、それではここで1曲いきましょうか。はい、今日は、伊波さん。はい。はい、HY で AM11.1。なんか今日なんかまったりしてていいね。そうね、うん、ああ、みつぶさんだ。みつぶさんまで出てるんだ。あ、そうなんだ。なるほど。あ、すごいな、写真部が何でも撮ってくれる。何でも撮ってくれる。これなんか行ったらみんな撮ってんじゃない。なんかじゃあすごいです、ね、ライブとかの写真撮ってくれたら見せてくれるんですけど、いや天然記念物とか言ってパッと出てくるんじゃない。ドンキホーテの
あの曲がったところの何の商品落ちたんだっけって言ったら、これです次行ってみよう。そうそう、ロッキーは大丈夫か、咳大丈夫か、飲み物はある、今持ってない、取ってきたら今、うん、みんなご報告してる、ね、明日の朝が怖いですもん、明後日行ったじゃないですか、うん、マスクして寝た方がいいかな、寝室だけ俺加湿器付きの、はい、空気清浄機入れてるわけ、あこれは絶対やっとかんのダメだろうと思って、だから寝室はいいんだけどね、そうで朝怖いもんね、うん、自分たち部屋っていう部屋がなくて、うん、全部なんていうか襖、うんうん、だから孤立性する部屋がないんですよ、うんうん、おマスクして眠れる、去年までは寝てました、寒くて、ああ一回したらもう防寒になるんだね、ここしか出てないみたいな、あじゃあここも出てないや、ここタオルかける派なんで、うもう耳ぐらいしか出てなかったマスクででもなんかはあれ鼻ね押さえるの、うん、そう俺もあれがちょっと苦手で、はい、ね、うん、ここ何年かで本当にマスクの上と下の位置が分かったの、すいません知らんかった、あんまマスクやる、あーこう鼻で描く形作ってやるっていうのを知らない、ところっていうか、うん、ね、が上なんですよ、春なの、うん、もうここ何年かって初めて知ったしまあまあ気づかないことってあるから、ね、みんな知ってたんだ、それ、まあ、大体知ってんぜ、うん、どこで習ったんだ、まったりしてるな、うん、いいねいいね、うん、これフルでいきましょう、はいね、うん、もう留守電話グランプリもやらないと、いやだからそんな感じがしたから前半ゆるーく後半は気合い入れてやりますよみたいな、一応やりますか、一応やります、一応テンション乗るままステレオ水の飲み出しながら飲み物を歌いながら後半ら土曜日がこの今やってる舞台の本番で、うん、まあ、支援会っていう感じなんで、うんうん、このメディアの方とか関係者の方に向けてやるんです、うん、あ、なんかメール来てたやつ、紹介してたんだけどな、そうそう、俺行きたかったんだけど、披露宴の司会が入っててさ、俺もちょっと中継入ってんだよな、うん、これは支援会があってまた本番が、そうですね、6月に本公演をやるよ、6月、うん、あ、はい、6月、ちょっと開くね、結構開くとだね、うん、最終的にはなんか内地に行きたいみたいな感じです、へえ、こんなに開けるの、うん、ね、本当は8月でした、最初大変だね、でもだからでもそれでも2月に仕上げないといけないね、今週にね、あ、今だから矢さんの会話より歌いたかった俺、ごめんなさい、どうしてもテンションが負けたわけですよ、HY、まあ、HY には負けるけどさ、むしろ振ったのそっちだけどな、それすらも面白かったな、ちゃんと聞いてます、うん、すごい聞いてない人だから、ね、久しぶりに聞いたなカラオケで歌うのに、まあ、けど俺これと366日ぐらいしかちゃんと、うん、おしゃれだよね366日って ね、ソングフォーとかいいですよ、うん、ちゃんと書くの俺があれなのかかかってんのかな、長いよ長さよ長いよ、もっかいもっかい、動画動画なのかなソングフォーはいいですね、どんな歌でしたっけ世界中でこういう、ゆうこも今日なかなかだなそこもいいんですよ、どんな曲でしたっけおかしいだろ、もう一曲聴いてもいいぐらいだ今日弾いてくれないで君が好きだから、この想いが君に届くように、大体ちょっとお酒入って寄ってたらこの歌を誰かとデュエットしたから、そのマイクあげます、HY で AM11 時でした。いやー、ゆうこがね、この歌大好きで、ね、もう、イヤさんと会話しながら、
皆さんが喋り出してるのに、急に歌い出す。歌い出すっていうね、俺をね、むしろ、ゆうこちゃんの方から話振ったので、俺が答えたら歌い出す。いや、あれって本当にいい歌で、だからお願い。サビが来たからな。まあ、HY に負けたというと負けました、ね。もうしょうがないからね。まあ、それはまあ、HY さんに比べたら、それはそうですよね。ね、全然。ね、ヤ、う、ー、ん、さんもすごいよ。ぎこちなさよ。今日、ね、会話のキャッチボールのぎこちなさよ。今日は緩くていいですね。久しぶりな感じします ね、 なんかね。なんか緩くていいですね。はいはい、こういう、ね、ゆるゆるだ。一応でももう後半なんで、じゃあコーナーいきますよ。はい。はい。参りましょう。留守電話グランプリさあ、2回目になりますかね。そうですね。はい。あなたはうまく留守電にメッセージは残せますか？緊張せずに、うまく要点をまとめて、なおかつ個性を出したいい感じのメッセージを留守電に残せますか？うん、このコーナーでは、誰が一番留守電のメッセージを残すのがうまいのかを競いたいと思います。はい。で、まあ、それぞれお題を急に出して、そうです、出して。はい。それを説明していただくということで、20秒で、はい、まとめてもらいましょう。はい。じゃあこれ順番はじゃんけんでやりましょうか。じゃんけん。はい、じゃあ口じゃんけんでいきましょう。はい、いきますよ。最初はグー、じゃんけんグー、あいこでパー。オッケー。じゃあ僕とヤさんで最初はグー、じゃんけんグー。じゃあ僕は2番目でやります。ヤさん。じゃあ1番目でいきます。はい、じゃあゆうこ3番目で。3番目。はい。じゃあヤさんへの出題。うん、はい、はい、じゃあかんなさんとゆうこちゃんから出るわけですね。そうです、考えたんですけど、はい、言っていいです？はい、じゃあゆうこからお願いします。はい、出題、じゃじゃん、うん、キスマイフット2とは。はい、お願いします。待って、はい、行きましょう、行きましょう。はい、お願いします。はい、キスマイフット2についてお願いします。キスマイフット2？はい、キスマイフット2な、ちょっと待って。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。あ、もしもし、どうもお世話になります。あの、伊波です。あの、キスマイフット2について、あの、お電話させていただきました。あの、キスマイはご存知ですよ ね。キスマイの、あのね、アイドルグループの、そうですよね、アイドルグループの、まあ、弟分といいましょうか。その、まあ、人数がね、キスマイ、ちょっと待ってた。ちょっと探り探りだったら、あれだったら、あれだ。でも今、その路線ついてたな、今意外と。いやいや、何にも伝わってないと思う。うん、結構間違ってた。そうですね。え、まあまあ、何ですか、うん、一応アイドルグループですよ。やっぱりアイドルグループです。ですよね。キスマイフット2って何ですか、フット2？いや、キスマイフット2ですよ。っていうのが、あ、本当の名前。略して、キスマイなんだ。あ、はい、なるほど。はい、ちょっといろんな。なんか、余分な情報を入れちゃいましたね。2に引っかかっちゃった。2に引っかかっちゃったな。はい、キスマイフット2。うん、2って数字の 2？ 他に何？もう、1があるですね。はい、1がある。1もないですね。ないです。1はないけど、はい、いきなり2なの。そうですね。なんか、クローズゼロみたいなやつ？映画で。もう大丈夫です、皆さん。ありがとうございます。あ、まあ、グループ名ですね。グループ名のですよね。はいはいはい。まあ、若手の弟分。何の弟分かも言わないっていう。とりあえず弟分だけ言うっていう。じゃあ、お二人に、じゃあ、改めて言いますけど、はい、結構20秒すぐですので、ちょっと気をつけてくださいね。はい、ね、久しぶりだから、ちょっと怖いね。ね、絶対アウトしちゃう、怖い。いや、僕もちょっと調子悪いんで。はい、じゃあ次、僕ですか。ね、はい、うん。はい。じゃあ、カンナさんのお題はですね、はい、これもね、じゃあゆいこちゃんがまた、はいはい、わかりました、考えてくれました。はい、はい、じゃあゆいこちゃんから発表します。はい、かんなさんには、女性とは大きい範囲ですよ。じゃあ行きましょう。どうぞ。ざっくりしてるな。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。あ、もしもし、カンナですけれども、女性とはですよね。いやー、女性がね、もう一番難しいですね、この世の中でね。本当に、まあ、山の天気と女性の気持ちは変わりやすいと聞きますけれども、そのぐらい難しくて、あとはね、すぐ切り替えが早いんでね、そこに負けずに、男性も強い気持ちを持って立ち向かってください。おー、すごい。うん、でも、なん
特に説明はできてない。ないですよ。中身女性とはぼんやりしてますね。ちょっとうまくなんかいろんな言葉並べてちょっとごまかした感もありますけど、でもまあ完全に僕よりは全然いやーもうやっぱいい風には聞こえました。すごい気分屋の方はたまにいるじゃないですか。はいはいはい。どうしようもない方がいるんで、はい、もうそういう時はそのままにして。ああなるほど。あと切り替えが早いっていうのは、うん、ちょっとそのね別れたりしたら、はい、男性はちょっと引きずるけど、はいはいはい、女性は切り替えが早いなんて、はいはいはい、話をもっと上手く言おうと思ったんですけど、はい、20秒だと難しい。うん、難しいよね。難しいですね。まあでも女性とは難しいですよね。かっこよく言ってもらいたかったので、うん、どう出るかなと思ってちょっとこのテーマに。いや、難しかった。いやいや、うん、でもかっこよく言おうっていう気持ちはすごい伝わりました、うんうん。かっこよかった。わかりました。じゃあ続いてゆうこ。はい。何何怖い。はい。じゃあゆうこいきます。これ、はい、イヤさん覚えてます。はい、あ、わかりました。じゃあイヤさんからお願いします。はい、ゆうこへの出題はこちらです。失恋した男の子に励ますメッセージ。お願いいたします。イケメンですからね。イケメンね、バシッと。相手がね、失恋した直後っていう状況、ね、というただいま、電話に出ることができません。昇進中ってことですね。ピーという発信音の後に、お名前とご用件をお話しください。あ、もしもし、ゆうこですけど、失恋した後の男性についての件ですが、あのね、目の前でさ、そんないちいちしないでもらっていい？ゆうこの方がなんか男になっちゃうから、ゆうこはさ、お前がさ、ちゃんと胸張って、よし、次行くぞっていうかっこいい姿でいるのが大好きだから、そのままのお前で走ってくれる？うん、大丈夫だよ！行け行け！おーい！ありがとうございます。お前、男前だな。素晴らしいな、ちょっと。イケメンじゃなくて男前だな、もう。ねえ、ちょっと俺鳥肌立ったら今のちょっとね。なるほど。いいね、かっこいい、なんかいいメッセージだったね。そうか、もう支えるんじゃなくてもう勇気づけるんだね。そう、なんかね、うん、そう、なんだろう、いじいじしてる男性自分苦手なんですよ。はい。なんていうの、もうこうだし、ああだし、みたいな、うんうん。なんかぶっちゃけまあお父さんがそんな感じなんですけど。お父さん聞いてますか？お父さんね、お父さん聞いてますか？なんならお父さんの留守電に今入れましょうか。同じこと言いますよ、お父さんすごいから、はい、だからね、なんか自分の方がサバサバしちゃうんですよ、うん、だからなんか悩んでる男の人に、なんていうの、ああそうだよねっていう、なんか同感っていうんですか、はい、したくない、うん、同情したくなくて、うんうん、なんか男だったら、うん、もうバシッていけよって言って、うん、でもなんかその中にもやっぱ愛がある言葉じゃないけど、うん、男は、しょじょやってるよって思わせたいなって思って言いました。なるほど。いやもうこれは今日もう、今日はもうちょっと、有効でしょうね。マジでやっとこれ一応聞きます。じゃあギャラリー投票でいきましょうか、はい。ツイキャスの皆さんもよろしくお願いします。イハさんが良かったと思う方手を挙げてください。ツイキャスください。でしょうな、でしょうな。はい、でしょうな。いいですね。じゃあ続いて、うん、神田邦弘が良かったという方手を挙げてください。ツイキャスのコメントください。あ、なるほどね。まあそうですね、はい。ゆうこが良かったという方手を挙げてください。ツイキャスもコメントください。やったー、一致ですよ。いや、男性に言ってもらうのが嬉しい、はい、ということで今回のチャンピオンはゆうこに決まりました。やった、超嬉しい。いやいいですね。あ、すごい。あ、ゆうこちゃん、ゆうこちゃんがいい、ね、ゆうこちゃんがいい、3番目がいい、クニフィーが良かった。ゆうこね、ゆうこね、かんなさん、女性とは愛だよ。何言ってんでしょう。ありがとうございます。こんな感じですかね。あ、はい。じゃあでもやっぱ王者にちょっとこの嬉しいこの気持ちをまた留守電に残してもらいます。そうですね、はい、20秒で、はい、この嬉しい気持ち、今の気持ちを、はいはい、今の気持ち、はい、わ、はい、かりました、はい、お願いします。いやでも完璧でした。素晴らしかったですね。素晴らしかったかな、うん。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。もしもし、ゆうこですけど、今の嬉しい気持ちを20秒でということで、まあね、男性2人に勝ったのは本当に嬉しいんですけど、ですけど一応ゆうこ女子だから、なんて言うんだろう、ちょっとね、悲しい気持ちも若干あるかな。でも男性2人にかけてよかったです。あざーす。ということで、今回だな、優勝は、ゆうこでした。以上、留守電ワングランプリでした。ギノガルフ。
2人は同性からモテるいうことだよ。だし、後輩とかから、うん、男の子の後輩とか、うん、ゆうこさんが女でよかったっていう、ゆうこさんが男だったら俺負けてるって、あーしゃーみたいな、よっしゃーみたいな、イケメン度で勝ってんだ、イケメン度で勝ってるみたいなね。まあね、アイドルとしてはどうなるか分かんないけどね。サロリーさん、ゆうこちゃんバラエティー向いてるやった。うん、でも本当にね、やっぱりいろいろできそうだもんね、ゆうこね、本当できるよ。うん、ね、自分もなんかバラエティーに行くんじゃないかなって。いやあのね、何でも沖縄にいるうちは何でもできた方がいい、うん、そっからもしなんか抜けたのがあったらね、県外に行くっていう形もあるけど、うん、はいはい、沖縄にいる間は何でもできた方がいい。でもや、うん、体張りたいですもん。うん、10秒前でーす。しびれたな。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブ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 。ギノガルフ、やっと聞き慣れてきましたね、うん、でも鮮度は保ってます、ね、そうですね、いいですね、はいはい。この番組は石垣島の三崎牛グッドフィールドグループお菓子御殿の提供でお送りしました。さあ、じゃあもう少し時間がありますので、はい、メッセージ紹介しましょう、はい、ラジオネームアレックスさん、はい、かなさん、いやさん、ゆうこさん、はいたいたい、はいたいたい、こんばんは、アレックスです。昨日かかとの硬いひび割れを引っかいたら血は出なかったものの傷が深くて歩くたびに痛い。冷やせ物ですよ。これと似てるけど、ささくれもなかなか血は出ないものの痛い。冬は痛くなるだけですね。三人さんは痛みはありますか？あのね、あのさ、痛みはありますか？アレックスさんが最近フォーカルにメールくれるんですけど、うんうん、はい、大丈夫かなっていう風になってきて、はい、だんだん、あの、なんか感性が独特なんですよ、うん、はいはい、メールも、うん、僕しょっちゅう言うのが、うん、ちょっと白湯飲んで休んでくださいっていう。あ、すごい心配してくれてるんです、ね、そうですね。いや、アレックスはいいですよ、うん、今回こっちに送ってくれたのは、ね、ささくれとか、うん、痛いですね、うん、冬は痛くなるだけですね、うん、3人さんは痛みありますか？痛み、今どこか痛いとこありますか？そうですね、まあ、何かしら抱えてはいますよね、みんなね。あ、うん、僕はちょっと肩こりがもう最近痛いんですけどね。なるほど、なるほど、はい、ゆうこは自分ね、うん、ダンスしたりしてるからかわからないんですけど、うん、去年のね10月ぐらいから座骨神経痛になって、あら、もうね、マジでお尻が痛いんですよ。あ、奥だよね、奥ね、お尻からこう、うん、足の先まで一気にビリビリビリってくる痛さがあって、うん、まあ、最近整体に行ったので良くなったんですけど、うん、これが痛いのと、あと冬が前に多分話したと思うんですけど、うん、自分が中学校の頃舞台で大阪行って、うん、ホールで、あの、足ぶつけた、そう、はいはい、足ぶつけて左足の親指の骨粉砕骨折したんですね、うんうんうん、ってました。そこがやっぱ冬になると今でも痛みます。あ、ブルキスがあって、うん、ジン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 して。なるほど、じゃあ結構こういろんなの抱えながら、そう、21歳だけどね、痛いとこ多いのよ。なんかすごいね。いや、なんか男らしいしさ、傷もあって、なんかちょっと大仁田敦さんにもちょっと、ね、傷だけの傷を抱えて、あんな男をね、兄貴っぽくね。僕はあれですよ、相当疲れたら地になりますよ。うん、あ、そうなんですか、はい。普段は何にもないんですけど、うん、あの、めっちゃ疲れたら、うん、肛門が腫れます。まあまあさらっとすごいこと、いやいや、もう本当これも別に隠すつもりないんですけど、血は痛い、そうだからもうね、本当に疲れすぎないように、一回大学の時部活が激しすぎて、はい、そこから発症して、うん、もう本当に疲労が溜まって限界が来ると、うん、もうお尻が腫れるようになってきた。その時は、あ、休む合図だなと思って、はい、もうゆっくりするようにしますけど、最近は大丈夫ですけどね、はい、それだけが怖いですね、はい、気をつけましょう。気をつけていきましょうね、はい、お互いね。じゃあ、ゆうこ、何か告知ありますか？はい、ね、日曜日だ、うん、29日の日曜日にパレットくもじの、うん、あの前の広場、うん、ちょっとあるじゃないですか、はい、あちらで、桜マルシェというイベントに OBP 沖縄美少女プロジェクトが出演します、うん、時間がまあ2時頃になるんですけど、なんと、40分間ライブします。え？OBP だけで40分あるんですよ。
そんなに、はい、なので、うん、MC の時間も本当にちょっとしかないからひたすら結構踊ってます。なかなかだね。なかなかそうこんな長いのはないと思うのでぜひ来てください、で、うん、まあ重大発表といっちゃ重大発表なんですけど、はい、3月の4日、うん、5日に、はい、OBP 沖縄美少女プロジェクト、うん、東京遠征が決まりました。はい、はい、あいやいや初めて東京に行って、はい、まあ、ライブさせてもらうんですけど、うん、まだねこう詳細とかがなかなか決まってなくて、うん、ただ4日と5日にやるってことは決まっているので、もし、うん、あのまあ関東らへん東京で聞いてる方とか ね、いたらぜひ来てください。そんなの機長さん、あの機長みたいな格好してるんですから、ね、飛行機乗って行きますよ。そう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 、すごいですよね。なんならコックピットに乗って行ってない本当に機長さんになっちゃう、ね、もう何泊も前乗りして行くでしょう ね、もうねなんか随時 SNS でアップしていくのでぜひ皆さんをよろしくお願いします。はい、じゃあ僕からも一つ、今度の金曜日ですね、バーテラコはよりみや文庫にてグルクンカンナのグルクンマスクエイドトークショーというものを行います。グルクンさんがちょっと治療で欠場するので、うん、それに向けての、まあ、エイドトークショーになります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。詳しくは僕のツイッター、フェイスブックなどご覧ください。皆、はい、さんは特には大丈夫ですか。はい、わかりましたということで今日は久しぶりなんかゆるくやってみます ね、 いい感じで、なんかね、はい、たまにはこういう感じまでやりましょうね。いいですよ、はい、というところで、お時間となりました。お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトのゆうこでした。また来週火曜9時にお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。さようなら、バイバイ。はい、はい、ありがとうございました。じゃあニュースと、はい、ありがとうございました。ツイキャスありがとうございました。いやー嬉しいな、一郎さん。いや、いい、デコポンさんも、一位ゆうこちゃん、やったー、いいプレゼントなーでしたわ、あれは